リンピックにかこつけた執拗な隣国の落とし目で見えた道筋。韓国のテレビ局 MBC は昨日23日の東京オリンピック開幕式を中継する中、各国の選手団の紹介で不適切な映像などを流したことが物議を呼び、謝罪した。 MBC は開幕式の中継放送を終え、今日の開幕式の中継放送から画面の左側にチェルノブイリ原子力発電所の写真を流した。またエルサルバドルの選手団を紹介するときにはビットコインの写真を、ハイチの選手団を紹介するときには大統領の暗殺により政局は霧の中という字幕を流した。ある韓国のネットユーザーはオンラインのコミュニティに、世界人の祝祭、スポーツにおける政治排除をモットーとしているオリンピックで国の説明時にハイチのように政治的混乱を入れる理由があるのかというコメントを挙げた。また SNS を通じて MBC の中継画面がそのまま拡散したことで外国人たちの批判が続き、韓国は日本での五輪開催に黙ってはいられない、ムン・ジェイン大統領念願の訪日実現とか、東京五輪は韓国にとって特別な大会だった、世界を巻き込んでの福島原発の処理水への曲解や五輪会場での旭日旗の使用禁止要請、反日感情による五輪ボイコットの脅しまで、選手村での豊臣秀吉軍と戦った李承信を想起させる横断幕の掲示、開会式では人員の配置が旭日旗の模様に似ているだの、平和を象徴する五輪で帝国主義の象徴である君が代を披露しただの、開会式の曲を書いた作曲家は極右人間であるだの、開幕後は表彰式で贈呈されている花束が福島県産だの、プレスセンターでの飲食品が高い、ぼったくりだの、韓国のメディアやネットは言いたい放題、書きたい放題、取り上げるのもバカバカしくなる限りだが、これが東京五輪に対する韓国の現実の姿だ。韓国のメディアは五輪開会式の報道でも失態を見せた。MBCTV は開会式の生中継で三角二を紹介した際、上記を一致する写真や字幕を出し世界から顰蹙を買った。世界はコロナ感染下で日本が五輪開催と選手の安全を守り通した懇切な応接に称賛と感謝を続々寄せている。その中で韓国が取った仕打ちは逆効果で世界から笑われている。評論家石平氏は、東京五輪で一番のバカになったのは韓国チーム。選手村の食事をボイコットしてみせたが、彼らに同調する国のチームは一つもない。それどころか、選手村食事の多彩豊富さや日本のもてなしを絶賛する各国選手が続出。韓国チームの嫌がらせは結局、彼ら自身の心の貧しさを暴露するだけの茶番となったとにべもない。国内でも日本が大嫌いな反日勢力の醜悪な姿があらわになった。その一人は韓国通とされる青木修ジャーナリストだ。8日の TBS サンデーモーニングでとうとうとぶち上げた。東京五輪では五輪返上運動は本当にひどかった。今朝も日本の差別、人権、歴史認識の問題が次々噴出。五輪は今日で終わり、瓦礫だけ残る。重い気分になる。そんなに嫌ならさっさと国外へどうぞ。東京五輪にまつわる隣国絡みのあれこれで国民レベルでの両国関係の道筋が一本まっすぐ引けたような気がする。お聞きいただき感謝申し上げます。